なんかさ、さっきさ、あの雷を伴う大雨が降ったせいで、どの車も洗車されてすごいピカピカなんだけど、であっちのレドンドビーチの方ね、ピカピカ光ってんだよね、まだ雷で。見えるかな、なるかな、なってるかな。まあこんな夜空でございます、夕方でございます。柔術やってる、柔術ね、 UFC の。今仕事の帰りなんだけどさ、ハロウィンが近づいてるから、もう今月、今10月だからさ、かぼちゃそれっぽくなってんね。これはジンジャーブレッドかな、あのお菓子の家だね、ハロウィンの。でこれがなんだろう、パンプキンスパイスって書いてある。あ、でもクリームリキュールって書いてるからお酒なのかな。なので期間限定のトレーダージョー の、 あのお菓子とかも出てきてるね。だからなんかこのかぼちゃケーキとかいろんなものが出てきてるよね。結構最後は売り切れじゃなくて逆にあの余るんだけどね。これはパンプキン、かぼちゃのペーストのものなんだね。これも普段は見ないものなのかな、なんかそんな感じがする。でさっきのクッキーがあって、また違うクッキーとか、これかぼちゃの種だね。かぼちゃの種ね、こっちの人が食べるからね、乾燥させて。あとひまわりの種もね、もうなんか一面かぼちゃかぼちゃかぼちゃって、かぼちゃかぼちゃチップ。すげえ、さっき言ったようにさ、あの雷を伴う大雨でどの車もピカピカの洗車。 UFC のさ、柔術の練習って、初めて UFC のさ、柔術の練習初めて。ほらすごい大雨で、私の車も超ピカピカ、新車のような輝きを走ってるよ。